川市、何でも答えます10月31日は越谷氏はトリプル選挙だ越谷氏のことものすごくたくさんの質問をいただきましたありがとうございます今回質問を募集したところ越谷氏のまちづくりについて大変たくさんの質問をいただきました例えば 通学路に街灯が少ない東越谷地区に保育園と幼稚園が少ない通学路で大雨が降ったら道路に大きな水たまりができて困る越谷駅東口から越谷市役所の道路がいつも渋滞して困る国の政策をしっかり受け止め越谷市でも実行してほしい越谷市長を 自民党の人になってほしい。越谷市役所は電子化が非常に遅れている。通学路を抜け道に利用しているマナーの悪い車を何とかしてほしい。大塚万六初代越谷市長の思想、田園都市を改め、令和版新田園都市を目指してほしい。 普通に境そうな道路側にすぐ戸建てを作ってしまうのがもったいないなどです一つ一つの課題に対し国としても積極的に支援をしてまいりたいと思いますしかし問題なのは腰返し自体が自分の意思でこれを解決しようとする意思です現在日本では 地方文献が進められており、私たちの身近な生活のことは、市役所が深く関わっております。国の意思だけで変えることはできません。国と県と市がしっかりと連携できる市役所が必要です。そこで皆様からいただきました 越谷市のまちづくりに関わるご要望を解決するためにも思い切って新しい発想で取り組める市長を誕生させることが大切だと考えます10月31日は越谷市長選挙の投票日でもあります衆議院議員選挙と同じ投票日です期日前投票も始まっています自民党では元越谷市議会議員で 銀行員として民間経験も豊富なハットリ・さんを推薦しています。ハットリ・さんは市政改革に熱心な保守系の政治家です。国県・市が連携して住みよい越谷市を作るために、越谷市長選挙において誰に投票すればよいかご検討をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。